おはようございます。本日はですね、サーバンドボレーですねについて、まあ、一番初歩的なところのですね説明からまずいきたいと思いますので、よろしくお願いします。でまずサーブって前に走っていって、で、まあ、そのまま直接ボレーするっていうところなんですけれども、ボレーの前に動いてますんで、いつ止まるんだっていうところなんですよね、まずは。で、ちょっと前の動画でこう相手がね、こう普通にラリーやってる時でも、相手がボール打ちました、でこうボールが飛んできました、でここら辺までの時にいろんなことを判断して、この時には動けるようにしたい。なので、まあレシーブ打って、レシーブ打ちます、こう飛んできましたの判断の時には、走って動いてるので、止まる時にはちょっとスプリットステップ、で次にですね、やっぱりこれもちょっと前にボレーで説明したことなんですけれども、特に走っていって止まってファーストボレーとかっていうと、まあ、丁寧な気持ちになりやすいので、ちょっとねこういう風になってるのね、もう低い球なんかもねこうなっちゃったりとかしやすくなってくると、なのでそうすると、ね、足が止まりやすくなって、まあ、姿勢も悪くなってきてね、目線もねこの目の位置がねこうずれてくるわけですね、こうずれてくる。するとね、いろいろ画面がちょっとごちゃごちゃっとしちゃうので、まあ、もちろんね、もうずっとまっすぐってわけじゃないんですよ。ちょっと斜めになったりとかするんですけど、なるだけその誤差小さくしてあげて、で、まあ、練習だったらですね、こう顔とラケットの距離をしっかりちょっと離してあげて、なんだったら打つときに顔をちょっと離すぐらいな気持ちで引かれるとですね、姿勢はねまっすぐになりますので、でボールも飛びが良くなりますね。ラケット寝かしてるんですごい飛んでくるんですよ。こう近づけるとちょっと立たせる傾向になってくるので、そういうの飛びが悪くなってきて、飛びが悪いからここら辺ちょっと動かしちゃって、でそうすると当たりが悪くなっちゃって、ミスっちゃって、ミスっちゃうから余計丁寧になっちゃって、こう余計近くなっちゃってみたいな循環になっちゃいますので、なるべくねちょっとここ顔の方をちょっと遠くにするぐらいの気持ちでね、ボレーされるといいかなと。まあ、バックボレーも同じね、あんまこういうっていうよりかは、まあ、ちょっとこう顔の方をねずらしてあげて、ですごく打点をね、すごい打点を遠くで取るっていうのは結構きついので、通常の打点にちょっと顔を遠くしてあげるぐらいな、ね、イメージでいかれるとねいいかなと思います。で次に走るスピードなんですけど、まあ、ちょっとね元気もりもりの方はね、バーッと走っていただいて構わないんですけど、ジョギング程度で十分です。ジョギング程度、止まりやすいし、でそうなってくると、まあ、サーブのスピードにもよりますけれども、サービスラインまではいけないかなっていうのがあるので、1球目はちょっとサービスラインの後ろぐらいでボレーするようなことになっても、まあそれはそれで OK なので、普段の練習からですね、あんまり前でボレーするっていうのを行わない方が、まあいろいろトータル後ろから強く打つって練習にもなりますし、まあ足元の処理っていう練習にもなるしっていうので、なのでファーストボレー打つ場所はサービスラインの後ろでもいいっていうね、そのくらいの気持ち持ってねやっていかれるといいかなと。で相手もやっぱり足元を狙ってくるんですね、足元になってくる。でサービスラインぐらいからですと、こう
ローボレーって打ってもですね、ネットまで遠いのでそんなに上に打つ必要はないので、あの比較的スピードボールっていうのはね、打ちやすいんですけど、1個選択肢としてこうさ、あの相手レシーブ打ってきました、レシーブ打ってきました、それがちょうどバウンドするぐらいのとこ来ましたってなったらですね、下がるっていう選択肢も持てるといいです。もちろん前にガッて、前にガーッと詰めて、ガーッと詰めてノーバウンドで取ろうと思って前詰めて、ネットのすごい近いところで低いところで打つとすごくスピード落とさないと入らなくなってきますんで、で上にも打たないといけなくなってくる。ネットに近づけば近づくほどネット高さがあってですね、ネットに近づけば近づくほどこう上に打たないといけない。遠ければね、このぐらいで済むわけですね。なので前に詰めないっていうか、後ろに下がるって選択肢も一つ持てるよ。でそのぐらい早めに止まっとく。相手が打つ瞬間にガーッと走ってきて、ボーンとかってなるとですね、もう前にしか行けない状態になってますんで、一応ね、左右には止まってるんで左右には行けるかもわかんないですけど、後ろに下がるっていうね、こう一歩引くっていうのはなかなかできないので、まあゆっくりめに走って早めに止まって、こういう選択肢もありかなと。はい、というわけでですね、まず今日はファーストボレーの一番最初のところですね、説明してなかったですけど、ちょっと軽くジャンプしちゃった方が次の足とか出やすいので、サーブに関してはちょっとジャンプした方がいいかなと。で、走るスピードだったりとか、止まる場所だったりとか、遠くだったりとかっていうのをちょっと一つ一つ確認してですね、で、ここからちょっとずつ応用編っていうのをね、やっていきますんで、またよろしくお願いします。はい、じゃあ今日ここまでします。どうもありがとうございました。